嗨，各位啊，咱们继续开始。哎，また花火大会はたくさんありますが、隅田川花火大会ほど有名ではないですからね。啊，这句话也蛮长的啊，再来念一遍啊。哎，また花火大会はたくさんありますが、隅田川花火大会ほど有名ではないですからね。ええ、また还记得吧？写又啊，对不对？那同时另外又，那另外的话呢？烟火大会啊，还有好多。对呀、啊，不光他们一个嘛，对不对？全国各地全要办的嘛。阿里马斯嘎，看得看到吧？什么含义啊？写然，是但是的意思啊。但是的话呢，看到没有？十米的高哇，花火大会好多，看到没有？它没有什么呢？没有这个羽田川烟火大会怎么样呢？有名，就别地方也有，但是的话呢，不如什么呢？它有名。后面 kara 对，还是那个因为的意思啊，因为。ne 的话呢，对，是一个谋求同感。来，下面啊，哎，私も毎年必ず行っていますよ。ね、哎，私も毎年必ず行っていますよ。看到没有？毎年、ています。还记得吧？对呀、啊，三个，还记得吧？三个ています的基本含义啊，这哪个含义呢？对呀、啊，第三个含义对不对？第三个含义，什么含义呢？表示啊有啊有规律的、周期性的、反复的发生嘛。虽然每年去一次，但每年，看到没有？我每年一直都去嘛，一直对不对？啊，所以的话呢，有个持续的含义啊，行ってますよ。好，看到没有？必ず，这个副词蛮重要的啊，必定啊，一定啊，这个含义啊。哎，我的话呢，也每年啊，必定都去的哦。好，看下去啊。花火は何度見ても飽きないし、いつ見ても感動しますね。花火は何度見ても飽きないし、いつ見ても感動しますね。那么何度、看到没有？何度、とても、いつ、天猫看到没有？什么含义呢？不管看几次，都怎么样呢？不会腻烦。不管什么时候看，都怎么样呢？很感动。看到西了吧？西，什么含义啊？对我们学过的吗？它应该是怎么样呢？它应该是一个什么呢？列举嘛，对不对？一般列举或什么呢？原因列举。其实我们这里的话应该是。啊，原因列举吧，对不对？但后面他没有加那个 kara，所以为什么他会每年都会去呢？因为不管看几次，都什么呢？不会这个腻烦，不管什么时候看，都怎么样呢？很感动嘛，对吧？好，下面一个啊，じゃあ道が混まないうちにそろそろ出かけましょうか。ね、じゃあ道が混まないうちにそろそろ出かけましょうか。うちに、看到没有？うちに。什么意思呢？对，表示趁着，趁倒还不堵，那看到没有？趁倒还不堵啊，我们差不多了，说说了，就差不多啊，我们出去吧，可能马上干一个提议，当然了，把这个决定权给对方了。早めに行って、早め，有汉字的啊，早め，这め的话有目，它的话呢，其实也算一个结尾词了。那早一点，叫早め，长一点，長め，对不对？那么早めに行ってよく見える。看到没有？我们怎么样呢？早点去，然后什么呢？确保一个什么呢？能看得清楚的地方，よく見える，能看得见的，看得清楚的。はい、よく見える場所を確保しておきましょう。手を置きましょう。手を置く是为这个事儿啊做准备啊，这个含义。后面跟ましょう有提议，对不对？それはそうですが、そんなに、急がなくても大丈夫ですよ。それはそうですが、そんなに、急がなくても大丈夫ですよ。那也是呢。
啊，你说的也没错啊，是那么说的，是吧？你说的也没有错，对吧？但是的话呢，啊，即便不那么急也不要紧嘛，对吧？看到没有？天不大丈夫，也可以的。当然了，像大丈夫的话呢，大家注意一下啊，稍许的话呢，还是有点上对下的口吻在里边，所以一般建议各位要注意区分使用啊。所以一般建议各位用 e 就可以了。那松那尼的话，一般后面跟否，就没有那么急。那急也可以，但是你不那么急也可以，对吧？そんなに急がなくてもね、大丈夫ですよ。那么轻微的强调自己的主张啊，看下去啊。浅草行きの電車は2分おきに走ってますし、まあ、7時には始まるので5時に着けば十分だと思いますよ。頼むよ。浅草行きの電車は2分おきに走っていますし、ね、まあ、7時に始まるので5時に着けば十分だと思いますよ。那么开往什么呢？开往这个浅草的电车啊，注意了，okini 划一划，看到没有？okini 什么意思呢？每隔，所以每隔，大家不还记得吧？每隔啊，是每隔2分钟，这个蛮重要的啊，okini，好好划一划，记一下啊，是每隔2分钟。换句话说，这次开了，那么1分钟、2分钟之后怎么样呢？再开一半。那开的还是很勤快的，你看2分钟一班，跟地铁一样啊，跟咱们这地铁高峰一样啊，那你还怕什么，对不对？那电车不是巴士，对吧？电车，嘛，日本国に走ってますし，那么走る，还记得吧？日本人先走啊，有行驶的意思，对。那么走っています是，看到没有？ています，对不对？ています啊，什么含义呢？耶，反复的嘛，有规律的嘛，周期的嘛，对不对？啊，ています嘛。是什么意思呢？原因列举，看到没有？对不对？有诺的，对不对？啊，因为什么呢？因为是7点开始的，对吧？十几你啊，哈基马的，它用自动词，为什么？规定好的嘛，对不对？所以的话呢，它用自动词啊。那么因为是7点开始的，所以的话呢，我们5点到就很充分了啊。好，看下去啊。そうですか。わかりました。啊，这样子啊，明白了。はい、そうですか。あ、キムさん、カメラは？あ、写真？照相機な？カメラは？ここにありますよ。どうぞ、ご心配なく。あ、这里有啊，在这里呀。这句话啊，怎么放啊？写汉字的话，这么写在，不是它，它不是写有的，因为什么呢？因为它是一个所在句啊，在这里哟。啊，请你不要担心，どうぞ。注意了，どうぞ不是什么地方都好用的啊。它一般指示啊、命令时候用的比较多一点，你多做。那比如说啊，这个请帮我开个窗，你多做，一般不用的吧，对不对？请进啊，请坐啊，请吃啊，啊，可以的，你多做。哎，我心白那苦，心里怎么样呢？不用担心啊，那嘎达，太好了。来，我们一起把课文来念一下吧。那课文也蛮长的啊。哎，お花見が終わり。ゴールデンウィークが過ぎるとやってくるのが、ね、やってくるのが梅雨の季節です。はい、再来一遍。お花見が終わり、ゴールデンウィークが過ぎるとやってくるのが梅雨の季節です。では、じゃあ、そしてジメジメした梅雨も少しずつ晴れ間が多くなってくると、いよいよ夏本番という感じです。そしてジメジメした梅雨が少しずつ、ね、晴れ間が多くなってくると、いよいよ夏本番という感じです。じゃあ、日本の夏の風物詩といえば、夜空を彩る花火でしょう。日本の夏の風物詩といえば、夜空を彩る花火でしょう。きれいな浴衣を着て、花火大会に向かう人々の姿は、日本の夏らしい風情を感じさせます。きれいな浴衣を着て、
花火大会に向かう人々の姿は、日本の夏のらしい風情を感じさせます。はい、日本では毎年6月下旬から全国の各地で、さまざまな花火大会が開催されます。日本では毎年6月下旬から全国の各地でさまざまな花火大会が開催されます。その中で東京の隅田川花火大会は1733年の江戸中期に始まった日本最古の花火大会として全国に知れ渡っています。这话也蛮长的啊，一行半了。好，再念一遍啊。はい。その中で東京の隅田川花火大会は1733年の江戸中期に始まった日本最古の花火大会として全国に知れ渡っています。看到没有？好，下面继续啊。当時は両国の川開きと呼ばれていました。当時は両国の川開きと呼ばれていました。好，下面继续啊，蛮长的。はい。隅田川花火大会の名称が使われたのは1978年からで、隅田川沿いの河川敷で毎年7月最終土曜日に行われます。这句话啊非常长，再来念一遍啊。隅田川花火大会の名称が使われたのは1978年からで、隅田川沿いの河川敷で毎年7月最終土曜日に行われます。はい、こんにちは。2001年は東日本大震災の影響で日程を変更して8月27日に犠牲者への慰霊と被災地に元気を届けることを目的として開催されました。这句话更加长啊，一句话两行字了。我们再来念一遍吧。2001年は東日本大震災の影響で日程を変更して、8月27日に犠牲者への慰霊と被災地に元気を届けることを、目的として開催されました。很长的句话啊，怎么样？嘛，这玩意的话只能慢慢念嘛。反正跟大家讲啊，你如果想要将来 N2 啊，考试听力啊，要考得过的话，我们的课文，每篇课文啊，初级班的课文啊，要帮我念到我们的规定时间以内。那所谓的规定时间就什么呢？你得念的比我们课文的录音要快。你只要比较快，那么你的话呢就能听懂啊。你想想看。你都念得没他快，对吧？他帮你念，你怎么能听懂呢？对不对？所以想听懂，先什么呢？念得比他快，得熟啊。好，再看下去啊。哇，王さん、可愛いじゃないですか。哇，王さん、可愛いじゃないですか。はい、この淡い緑の浴衣、いかにも夏らしい色ですね。この淡い緑の浴衣、いかにも夏らしい色ですね。キムさんが着ているピンクの浴衣もとてもお似合いですよ。キムさんが着ているピンクの浴衣もとてもお似合いですよ。ありがとうございます。
谢谢，对吧？ありがとうございます。はい、初めて浴衣を着るんです、ね。初めて浴衣を着るんです。下駄を履いて歩くのも全然、ね、まだ全然慣れていなくて。下駄を履いて歩くのもまだ全然慣れていなくて。いなくてね。はい、私も、はい、私も。はい、でも、入って歩いているうちに少しずつ慣れてきました。ね、でも入って歩いているうちに少しずつ慣れてきました。そうですか。そうですか。私もめったに履かないんですよ。私もめったに履かないんですよ。第一は、今夜の花火大会、とても楽しみです。今夜の花火大会、とても楽しみです。第一は、漫長だ。来、念一遍。大学1年生の時、上海の日本語の先生にチャンスがあったら、ぜひ隅田川花火大会を見に行くように言われましたよ。来边啊，蛮长的。大学1年生の時、上海の日本語の先生にチャンスがあったら、ぜひ隅田川花火大会を見に行くように言われましたよ。はい、へえ、そうなんですか。いい先生ですね。へえ、そうなんですか。いい先生ですね。こんにちは。日本の夏の風物詩といえば花火大会ですからね。はい、日本の夏の風物詩といえば花火大会ですからね。はい、おはよう。また花火大会はたくさんありますが、隅田川花火大会ほど有名ではないですからね。また花火大会はたくさんありますが、隅田川花火大会ほど有名ではないですからね。私も毎年必ず行っていますよ。私も毎年必ず行っていますよ。花火は何度見ても飽きないし、いつ見ても感動しますね。花火は何度見ても飽きないし、いつ見ても感動しますね。じゃあじゃあ道が混まないうちにそろそろ手を挙げましょうか。じゃあ道が混まないうちにそろそろ手を挙げましょうか。はい、早めに行ってよく見える場所を確保しておきましょう。はい、早めに行ってよく見える場所を確保しておきましょう。それはそうですが、そんなに急がなくても大丈夫ですよ。それはそうですが、そんなに急がなくても大丈夫ですよ。というハブナちゃん、浅草行きの電車は日本行きに走っていますし、7時に始まるので、はい、5時に着けば十分だと思いますよ。はい、例えば浅草行きの電車は日本行きに走っていますし、7時に始まるので5時に着けば十分だと思いますよ。
話は。そうですか。わかりました。あ、这样子啊。明白了。あ、キムさん、カメラは？あ、キムさん、カメラは？ここにありますよ。どうぞ、ご心配なく。ここにありますよ。どうぞ、ご心配なく。わかった。念完。好，下面是补充单词啊，来看两个啊。第一个啊，这个词还是蛮重要的啊，叫このところ。那这动词原形啊，在日语里面很多啊。那么近来最近，那么多少天呢？那么少则2个礼拜，多则1个月。再往前的话，就不叫最近了吧，对不对？哎，这种模糊时间词，日语很多很多啊。哎，このところ。郊外啊，郊外。郊外，看到没有？郊外的郊的话，它其实也是词根记忆法，看到没有？交通，交通，交通，交通。学校的话呢，学校，看到没有？学校，效率，効率，効率。好，下面一个，都心部，都心部。那么能够称得上都的。那还首都吧，对吧？东京嘛，对吧？都心部。这个啊，环境啊，環境，環境。啊，这边它少了一个长音啊，对，长音啊，環境，环境。环这个词的话呢，还是蛮难写的，但后来哎，突然都变得会写了，嗯，環境一环一康。那国境的话呢，国境。就是国境的意思啊。好，下面一个单词啊，来念一遍。汚染，污染。注意了，他们的污跟我们的污，看见没有？它出头了，看见没有？你发现没有？啊，不太一样的啊，注意它的区别啊。污染嘛，汚染嘛。那污的话呢，脏的意思了。那么形容词有一个形容词啊，叫汚い。啊，那这个单词的话呢，应该说啊，有一个故事。说一个女的抱着孩子在外面晒太阳，那么走过一个路人，啊，他说：“哎呦，你们家孩子啊，叫什么呢？叫东西南，东西南。”然后那女的也听不懂，然后晚上她丈夫回家，啊，跟她说了，丈夫一听生气了，啊，她怎么可以这么说我们家孩子呢？为什么呢？对呀，东西南嘛，就缺北呗，就是 kitanai 很脏啊，对不对？好，下面一个自动词啊。汚れる，啊，汚れる。那染的话呢，也有啊，你染める，看到没有？染める。好，这个词蛮重要的啊，来念一遍啊，是進む，自动词啊，進む。那基本上就是前进的意思。那更多的你可能会看到啊，有先进，看到没有？比如说，進んだ技術，先进的技术啊，这个蛮多见的，進んだ技術。这个还是蛮多见的，看到没有？有进展，有的啊。好，对应的他动词啊，smeru，smeru。那么这什么呢？前进了嘛，前进啊，对，zenshin，zenshin，印度啊，看到没有？印度啊，zenshin 嘛。好，下面一个，soba，soba，啊，旁边嘛。那它还有另外一个含义，就是那个怎么说嘛，吃面嘛，对不对？叫荞麦面啊，soba。好，下面一个啊，laku 啊，这个词蛮重要的，laku 什么含义呢？对，轻松，laku desu 对吧？还有这个很轻松的了，对不对？laku desu 啊。好，看到没有？快乐叫 kailaku，在日语里边的话呢，乐跟乐分的，哎，对应我们中文的，中文念乐的含义 laku 的，中文念乐的含义嘎念 kaku，看到没有？kailaku 快乐，onaku 音乐。那么那个 laku 的话，一般我们都是用什么呢？轻松这个含义啊，一般它不是比较快乐的啊，那种宽裕啊、简单啊也可以的啊，用的也蛮多的。那么形容词 hanoshi hanoshi。好，下面这个啊一啊，这就是什么？第一名、第二名嘛，ichi 2对吧？这个铁的话呢，看到过的呀，铁瓷呀啊，对，它是一个印度啊，铁瓷，哎，地铁嘛，chika 铁瓷嘛，对不对？
打つ、殴打、对吧？打つ、打て。那么印度啊，打托，打托，看到没有？打倒啊，印度。下面一个，尼卡，尼卡，就每天必须要做的事情啊，尼卡。那日的话呢，念尼几；科的话呢，念卡，叫尼卡，看到没有？科长卡丘，科的话也是词根记法，你看到没有？结果，卡卡，对不对？很方便嘛。好，下面一个边教开啊，学习会，不多说了啊，边教开。下面一个词蛮重要的啊，配る，配る，啊，配る，这个单词蛮重要的，分发。分配。那么，当然了，多方助语的话呢，是它的什么？是它一个短语含义。那么咱们这的话，一般还是分啊，什么发资料啊、发传单啊这种啊，配る。心配。那么原本的话呢，它的印度念 hi 的，看到没有？宅配便，那宅配便。因为派的话呢，因为前面有播音，看到没有？心配嘛，信嘛，对不对？担心，对吧？担心啊，哎，配る。这个训读很重要的，好好帮我背背啊！好，下面叫 wakeru，区分、分开，wakeru，这个多结尾词也蛮多的，不区分使用。使い分ける啊，这个单词蛮重要的啊，wakeru 分开了嘛，区分嘛，它动词嘛。但是分的印度也看到过的，你分嘛，对吧？部分，部分。好，下面的词来念一遍来，veru，veru，种植，对吧？种树嘛，五月六嘛，啊，但它也可以什么呢？印度看到没有？植物看到没有？叫小科普子，那小科普子植物。那么饥饿的发音看到没有？一样的啊，叫五月六啊，五月六饥饿。好，那么来我们来念一下吧，并不多。第一个啊，このところ はい。このところ、あ、第二個、郊外、郊外、都心部、都心部、環境、あ、でも、ほら、違う、環境、汚染、進む、そば、そば、楽、楽、好，这一列啊，一、一、鉄、鉄、打つ、打つ、日課、日課、勉強会。勉強会、配る、配る、分ける、分ける、植える、植える。好，非常好。好，下面来，昨天你昨天写了啊。啊，第一个啊，就是加一个拉西，有春天气息的，有春天感觉的，对不对？再挖也可以了嘛，来。よし、第一句は、今日は春らしい天気ですね。今日は春らしい天気ですね。今天是什么呢？是一个有春天感觉的，啊，像个春天一样的天气呀。好，来，各位来做一遍。嗨，做完之后帮各位解释一下。好，第一句啊，做好了啊。第一句啊，王さんは学生らしい服を着ている。王さんは学生らしい服を着ている。小王的话呢，怎么样呢？穿着有学生感觉的衣服啊。那他是不是学生呢？应该是的啊。第二句啊，この家は日本らしいデザインだ。この家は日本らしいデザインだ。这个房子啊，有什么呢？有日本风格的设计。那么这个房子是不是日本的？是日本的，然后是日本的话呢，然后造的更像日本的感觉，这个意思。
姉妹が、最近は雨らしい雨が降っていないな、ですね。最近ね、最近は雨らしい雨が降っていません。ね、降っていないね。什么意思呢？最近啊，就什么呢？就没有下过一场像样的雨。那么，雨下过没有？下过的，但是的话呢，不大，对不对？没感觉。好，下面一句啊，街中ね，街中はクラスだ、あ、クリスマスらしい雰囲気になります。在这边啊，街中はクリスマスらしい雰囲気になります。说那个镇里边啊，怎么样呢？城市里面怎么样呢？成为了有什么？有这种圣诞节感觉的气氛、氛围、雰囲気啊。それは日本人らしい考えですね。それは日本人らしい考えですね。那么那是有日本人风格的感觉什么呢？想法。那他是不是日本人？应该是日本人。啊，是这样子的啊，老师。好，我们先稍微的休息一下。